はい、キャンプやってますか？ニュージャック代表の佐藤です。今日はね、お知らせがございます。今度の10月の7日なんですけれども、ニュージャック初の提携キャンプ場でイベントを開催したいと思います。はい、実は今回ね、急遽決まったプロジェクトなんですけれども、実はニュージャックといたしまして、最近ですね、ニュージャック提携キャンプ場という、キャンプ場と業務提携を行うということを推進しておりまして、現在実は水面下で何社ともやり取りをね、させていただいているところなんですけれども、その第1弾ということで、先日ニュージャックの公式チャンネル、こちらの方にもですね、投稿させていただきました。静岡県富士市にあります富士見の丘オートキャンプ場さんでですね、今回イベントを開催することになりましたので、今日はね、そのお知らせをしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけでまずはイベントの日時からになるんですけれども、開催は10月の7日土曜日です。今日これを撮っているのが9月の23日で、ちょうど今日から2週間後になるわけなんですが、現状まだ予約状況ね、空いているかと思いますので、今日の動画見終わる前にですね、動画の概要欄の方から予約受付終了する前に宿泊予約をね、取ってしまった方がいいと思うんですけれども、どんなイベントをやるのかと言いますと、ニュージャック提携キャンプ場第1回ファイヤーピットの集い開催したいと思います。実はファイヤーピットの集い自体は、今までうちのキャンプ場でこれまでも何度か開催されていたコンテンツなんですけれども、今後はニュージャック提携キャンプ場ができたということもございましてですね、このファイヤーピットの集いというのを提携キャンプ場の方で毎月1回は最低でも開催していきたいと考えております。で、このファイヤーピットの集いなんですが、ニュージャックがこれまで企画してきたような公式のオフ会とはスケール感としてはだいぶ変わってくるとは思います。通常のオフ会だと結構いろいろとこうイベントを企画してですね、何やらかんやらわちゃわちゃとやっていくわけなんですが、このファイヤーピットの集いというのは、夕方17時ぐらいからですね、5時ぐらいから消灯時間、キャンプ場の消灯時間にかけてですね、キャンプファイヤーを中心に人が集まるっていうね、イベントになっております。で、ちなみにこのファイヤーピットの集いなんですが、ニュージャックキャンプサロンメンバーじゃなくても参加することは可能です。というのも、一般の宿泊客がいっぱいいる中でファイヤーピットの集いをね、開催する形になりますので、普通に一般のお客さんがそのファイヤーピットの集いの輪に交わること自体は何ら問題はございません。一応形式上ニュージャックのファイヤーピットの集いという形なんですが、たまたまそこに居合わせたお客さんもですね、ファイヤーピットの集いに参加するケースは、よくあることなので、そのスタンスは変えずにね、今後もやっていきたいと思っております。ただですね、キャンプサロンメンバーになっていただくと、当然その提携キャンプ場をお得に利用することができるとかですね、それ以外のいろいろなさまざまなコンテンツ獲得することができるので、ぜひですね、事前にニュージャックキャンプサロンに入っていただきたいなというふうに思うのと、そのファイヤーピットの集いのイベントの際にはキャンプ場さんに特別に枠を確保していただいております。なので一般枠で予約ができないと、いっぱいになってしまっているという状況になってしまった場合はですね、このニュージャック特別枠を使って予約をいただくことができますので、詳細はね、ニュージャックキャンプサロンに入っていただくとお申し込みがね、できるようになります。で、このファイヤーピットの集いを開催する目的というのがですね、実は2つありまして、1つはこのニュージャックキャンプサロンメンバー同士の交流、これを目的としております。で、もう1つ目というのが、ニュージャックキャンプサロンの新規会員を獲得していくためのコンテンツにもなっておりますので、そのサロンメンバーだけじゃなくてですね、今ご覧いただいている YouTube のリスナーさんにも振るって参加していただきたいものになっております。当日会場の方では、この時間になったらファイヤーピットの集いやるので、ぜひ来てくださいねっていうようなアナウンスとかね、入ってきたりすると思いますので、ぜひ物おじせずですね、参加していただきたいなというふうに思います。なかなかね、これね、声かけても現地に来るとなんか緊張しちゃうんですかね、そのファイヤーピットの集いにね、入れないという方がいらっしゃいます。そこは勇気を出してですね、とっかかりとして私にですね、いつも動画見てますというふうに声かけてさえくれれば、集いにですね
ですね、加わっていただくことをできるようにしたいなというふうに思いますので、合言葉はいつも動画見てますということで声をかけてください。で、声かけてくださいということなので、当然私も10月の7日ファイヤーピットの集いに参加したいと思います。実は前日兵庫の定型キャンプ場の方に行って、その足でそのまま新幹線を乗り継いでですね、静岡入りしまして、で当日の夕方にはそのファイヤーピットの集いに参加できる時間にですね、チェックインしようというふうに急遽決まりましてですね、私もファイヤーピットの集い参加することになりました。基本的には今後もそのファイヤーピットの集いに関してはもうゲリラ的に、もしくは不定期に、もしくは定期的にですね、いろいろなパターンでキャンプ場ごとにですね開催をしようと思っております。その第1回に関しては私も可能な限りよ、まあ、だいぶスケジュールタイトなんですが、可能な限りですね、その第1回ファイヤーピットの集いには最低限ですね参加をして、そこで現地のメンバーさんと現地のリスナーさんと交流をですね深めていきたいと思います。まあ、今回ね定型キャンプ場を本当に全国津々浦々いろんな場所にねできていく予定になっておりますので、今回のこの活動をきっかけとしてですね、全国のメンバーさん、そして全国のリスナーさんにお会いすることが私の最大の目的であると言っても過言ではございませんので、ぜひこのタイミング逃さずにですね、会いに来ていただきたいなというふうに思います。で、一度参加していただくとですね、その後キャンプ場のまあ、お客さんもそうですし、管理人さんもそうですし、まあ、ユージャッカーメンバー同士もそうなんですが、皆さんね顔なじみになることできますので、今後ねいろんなイベントとかにも参加しやすくもなりますし、話のねネタにもなってくるかと思いますので、ぜひぜひふるってご参加いただきたいなというふうに思います。詳細は動画の概要欄の方に載せておきたいと思いますので、こちらご確認いただいてですね、すぐにご予約をお願いできればと思います。当日万が一台風とか、まあ結構な悪天候というような形だった場合は中止の可能性もまああるんですけれども、その場合は何かしらの形でですね、通知させていただきますので、まあ、ユージャックの公式ツイッターとかですね、そのあたりご確認いただきたいなと思います。なんで最後に重要なことを言うのを忘れておりました。今回のこのファイヤーピットの集いってそもそも何するのですか。さっきお話ししたようにですね、17時ぐらいからそのショートキャンプ場の消灯時間まで焚き火を囲んで主にお酒でも飲みながら談笑をするというね、ものでございます。まあ、基本的にはそれ以外に何か物を売ったりとかですね、そういったことをあまりやることはないとは思うんですが、場合によってはですねビンゴ大会を開催したり、フリーマーケットのようなものを開催したりですね、それ以外の何かしらのイベントなんていうのを同時に開催したりする可能性はありますが、そういったイベントの詳細に関してはユージャックキャンプサロン内のみで告知していきたいと思います。というわけなので、ぜひキャンプサロンメンバーじゃない YouTube リスナーさんにおかれましてはですね、まあ、今回のこのイベントとかに参加してみてですね、なんかこのサロンの雰囲気とか、そういったものを味わっていただいて、まあ、それをきっかけとしてですね、ユージャックキャンプサロンに入会していただくとかっていう風にしていただくのが、一番理想的なんじゃないかなという風にも思いますので、ぜひそういった視点からですね、今回のファイヤーピットの集い参加されてみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで本日はイベント開催実際の告知となります。本日の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その他の通知設定もオンにしておいてください。あとはすましてこちらですね、ほい Twitter、Instagram、ユージャックの公式 LINE やっておりますので、こちらもしてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。